はい。な、普通にマッサージしてどうですか？結果を提示できます？例えば血管が提示できないから、どんどん時間が長くなったりとか、まあ、時間、対時間が安くなっていったりとかするわけですね。でもリラクゼーションでも、結果って出せるんですよ。ただ、その血管を出すやり方があるんですね。ちょっとね、コツがあるんです。肩がね、動きづらいとかっていう人も、いろいろ見せ方ありますけど、ね、こっちが、ねじったのと、土地硬そうです。土地硬そうです。左。はい。土地硬そうでした。左ですね。で、こういうのも、実はそんな難しくなくて、やり方があって、ちょっと、もう柔らかくなっちゃうんですね。おう。どっち硬く感じます？右ですね。結果こうやってね、出せちゃうんですよ。これ、ね、部分的な血流を改善させるようなテクニックになってるんですけど、さっきこっちの方が軽く感じてると思うんですけど、今どうですか？左です。左が硬いですよね。あ、いや、柔らかいですよね、うん。で、こっちも同じように、本当は逆転した方がやりやすいですけど、で、やってあげると、まあ、もうやるかもですね。で、可動域もさっき見てなかったですけど、可動域も変わってます、当然。ちょっと仰向けになってますよね。まあ、この辺で見ましょうか。こっちは、柔らかいですね。こっち硬そうですね。はい。で、こういうのも、足張ってますよねっていう話です。疲れとかね。まあ、一般的なリラクゼーションとしては。で、やってあげると、まあ、どうですか？出ます。まあ変化出ますよね。これね、普通にマッサージしてても、上手い人だったらこうなるんですよ。でもなかなかね、こういう結果出せないんですね。ただこのやり方やると、こういう風にパッと見せられるんですね。なので、これ別物として見やすいんですよ。こういう風に結果がパッと出せるから。時間が短くていいんですね。うん、リラクゼーションメニューできてる人に対して治療メニューを売る。リラクゼーションできてる人に対して美容メニューを売る。これね、ステップがでかすぎて、患者さんは移動しづらいんですよね。だからこういうふうなちっちゃいメニューをまず売ってあげて、問題を認知してもらって、問題こういうふうにありましたよねっていうことを認知してもらう。そこプラス、しっかりとした結果を見せてあげる。そうすると次の提案が非常にしやすくなるんですね。ほとんどこういうケースなんです。うまく提案できないっていう場合は、ほとんどの場合は、もうステップがでかすぎる。問題を抱えてるけど、その問題に気づけない。で、問題を受け入れるだけの状況にないんですね。で、疲労回復整体は、基本的に全身をベースで調整していくやり方なんですね。で、ポンプでもこれ代用できるんですよ。だから、ポンプの特性上、全身のバランスを取っていく形になってくるので、もちろんこれが変わるんですけど、全部変わるんですね。ガラッと。なので逆に見せづらい。テクニックとしては KS だったりとかが、こういうふうに細かく見せるのは非常に得意ですね。で、あと、ここの、今やってたのは筋肉に対してのアプローチで、その筋肉の部分的な血流を改善させていくやり方なんですね。で、この時もコツがあって、もう一回うつ伏せになってますか？こういう部分的な硬さですね。どっち痛いですか？右の方が痛い。で、こっちで。まあ、C 作ってもらって、あとは、こっちでもいいですね。押していくんですけど、ちょっとこう繋いでますね。はい。どっち硬いですか？痛い。まあ、こういうふうに桜みたいな感じになるわけですね。